はいどうも、はいどうも、野中広告 R です。はい、はい、今回はね、はい、記念すべき30回お放送が先週行われたということで先週の、はい、金曜日に、はい、今回はなんかね、なんかやりたいなと思って、その30回分の放送をの中で、ね、あった名シーンっていうのを10個選んで、はい、ランキングで今から発表していきたいと思います。おおーい、よし、はい、皆さんもね、なんかもう忘れてると思うんで、こんな名シーンがあったぞっていうのを今から見ていきたいと思います。はい、うい、まあ、30回ってすごい長かったね。はい、ではまず、第10位から見ていきましょう。はい、じゃじゃん、うおー、いや、パーピンでしょ。はい、このパーピンは強いです。あー、ほら、もうこれね、左の人がもう怖すぎてパーピンしか切れませんね、これポンしてパーピン、パーピン、まあ、ちなみに三蔵だったら上がってましたねっていう、うん、ちなみにね、まあ、僕はね、これでね、臨床してパーピンでポン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 、すげえ、いや、おかしいでしょこれはパーピンパワーですよついにやりやがった、やかがい臨車解放って叫びすぎでしょ何呼び込もうとしたの。あー、よし、ダマダマです。おっ、あー、残り2枚になった。なんか一気に最弱の街になったけど、今ポンス、あー、やかがいじゃないか、ナンバーだから。いや、まあ、ね、2枚きついって、ふざけとんのこの人なるほど、え、いつ、あー、いつなくてよかった、あー、よかった、よかった、やっす、やっす、これ上がったのも取ってる、あー、いつないんだ、うーん、落ちたでしょ、流したしね、うん、あ、もうこれ俺染めるわ、あ、だって染めて当てられたもん、返さなあかんでしょ、早い方でいいじゃん、おい、染めなか、染めなか、マジで、うん、染めでやられたら染めで返す、マジか、うん、もう数ピンから来とるからね、やべえ、もう染める染める染める、リャンゾー来い、リャンゾー、リャンゾー来い、リャンゾー来い、ドラだよ、しかも、よし、来た、リャンゾードラか、これで流れ変われ、来るか、変われ、カバンが来い、カバン、キッセイが今だけでいいからチートイの神が降りてきてほしい。どっちだ、どっちだ、トン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 待ち、よしよしさあよし、いやいや、ほら、トンにしとったらさ、向こうから出ちゃっとったっしょ、それじゃあトップは取れない。俺がトップを取るためには、あいつからのペイマコンピューターを。本当ですか？コンピューターを。来い。来い。あー、やべえ！あいつそんで染めとるやんけーってことはペイ持っとるってこと？つまりは俺は上がれない。まあ、これだとプラスいくんじゃないですか。くそあー、まあそうですね。チキショー。どっから声出とんの？チキショー。はあ、これはしょうがないんだ。各社相手の出方を伺っているのか。シニーズ？シニーズ？そうそう、パソじゃない？おろ、え、すそう？いいですね。ねえ。おお。よし。さあ、水槽に引っかかってくれ。これだってさ、ウソ3枚切れだ、え、4枚切れだ、めっちゃ強いんだね、めっちゃ強いじゃん、シーソー、シーソーてか、これ上掴んだら 100% 出すでしょ。トイメン、プレイヤーの位置を警戒しているのか、よっしゃー、死んだ、お見事、壁現実味だよ、うわー、あれ、ここはね、チーソーを切ってる、え、チーソーなの？ E ピンじゃないの？いや、違う、ここは、E ピンは違う、E ピンは上がり牌だから。おお、かっけえね。やってるこれは。
はい、これはもうね、染めしかない。まあでもこれ、座布団もついて、羽間も軽くいけそうな感じなんで、ね、なんで座布団つくの？ダブダブなんです。ダブダブトンつくの。ダブなんです。なんでダブトンつくの。ダブなんです。はい、わあダブだ。マジでた。さあこの厄介どもをどうするか。いやー汚ねえな。なんだなんだ。いやでもいいっすよこれ。悪いか。おおガチ。モナカさんちょっと彼に愛されてますね。なんかどんどん来るどんどん来る。流れがどんどん来る。どん。いや、これはちょっと厳しいですよ。いや、でも急走しちゃいでしょ、こんなどん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 見ていきましたけど10位から6位。いやーね、すごいね、意外となんかいろいろやってんね。まあいろいろあったっちゃあったね。ね、なんかね、もう全般的になんか割とやばいよね。いかれとんだよな。基本なんか OR さんの規制がやばい。なんか今喋ってると割と普通なんだけど、いや麻雀やってるとたまにあるよね、なんかね、アドレナリンがめっちゃ出まくってるよね。確かに。悪魔的な笑いがよくあるんだよ。バリテンション上がるからな、基本。いやー、どれがハムさん、どれが今印象に残りましたか。いやー、クソーじゃないですかね。あれはね、あれね、マジで俺推理熟中しとったから途中から。あれどんな状況だったんでしたっけ。あれだね、1位取りたくて右から出たら文句なしだったんだけど、はい、遠い面から出るとやばかったんだけど、もうリーチしちゃってたから、はい、もはや上がるしかなかった。あーで、結果マイナスだったんだっけ。そう500点足りんくてな。あしょうがねえな、それ。あれが500点足らずの論だったんですね。そうそうそうそりゃクソだわ。クソ渾身のクソだ。いやー、大原さんは何かありましたか。いや、あのどんどんどんさ、あれもうみんな頭おかしい。何の打ち合わせもしてないのにさ、どん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 。でも上がってからもうどん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 。会話しなくなってるもん。やべえ、マジで。やったーとかじゃなかったもんな。いやー。小村さんあります。僕はあの、チーソーのあの、ハムさんがなんかすげえ語ってたんですよ。あの、いやもう僕は EP に上がるんで、まずチーソーから決めますとか言ってすげえ語ってて、で、それで、あの、大原さんが、あ、かっけえねって言った、かっけえねって、チーソーがまた、また前戻ってきて。あれ、地味に面白いよな。そう。あれはね、マジで。地味に来れば。いやー、面白かったな。じゃあ、まあ、次見ていきましょうよ。そうね。はい。では、続いては、5位から1位ですか。そうですね、5位から1位です。どうぞ。はい。はい。はい。だね、このタイミングで役場はできない。そんなのも麻雀じゃない。めっちゃいいぞ。これでいいんですね。これでニャンス上がってしっかり締めましょう。あー、これ1通確定してますね、これ。はい、もうニャンスしかないんで、これどうします。どこでリーチします。背底にしましょうか。背底でリーチして終わらせましょうか。これは無視します。え上がりません。やりすぎでは。大丈夫です。これはちょっとちょっとこれです。もうここ待ってたんです。これは行くぞ行くぞ行くぞ。いや無理やって。絶対に行く。絶対に行く。ありがとうございました。ヤンペイコーが見える。あーヤンペイコー見ますね。ここも我慢した。あ、パーピンスルーした。いいんだよ。うわヤンペイだヤンペイだ。どっちどっちどっち。でもさ、正直場の流れ的にはこっちなんですよ。ヤンペイコだろ。珍しいから。あーそうだ、珍しいから。珍しいからヤンペイコ。これはいっちゃいますね。まあね。あ、しかもあ、きっかけになってる。そう、
しかも2巡目のロストだから買うんじゃない。これ出ちゃうでしょ。出ちゃう昇竜から出ちゃうよ。出ちゃう出ちゃう昇竜くんから出ちゃう出ちゃう。いやーこれめっちゃ煽ったんだけど今降りましたね。あーあるかもしれん。冷静にジャンプ。いや降りたほらね。もう絶対そうじゃん。じゃあそういうことだったんて。もうさあどう見てもアンコバだったもん。ジャンプ君は珍しいよ。うるせえ二度だけどね。背景あるよやっぱね。引っ掛けよりもね。ほらえ、あ、お、マジ？そういうこと？そういうこと？つまり？そういうことだよ！いや、しかもね、いや、でもこれさ、はい、ないんかい。いや、そういうことでしょ、これ。どういうことで？いいよ。盛り上がりすぎっすよこれ。これ上がれない上がれない。こんなハイパイが上がれるわけじゃないから無理。それはあるマジで。トンカペイが欲しかった。これはさすがにな無理だろうな。誰が一番最初に仕掛けるのか。いや欲しい。あ、違う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 。ついそばで見てたこいつ。え、ついそうじゃないのこれ。これ少数シーンでねトマトタウンにこいつ水槽見てる。水槽見ますよこれ。まさか、あ、まあ短期に使えるんでまだこのチームは。そう地獄短期のチームは誰にも止められない。おーよしよしよし。お種が出てきた。種よこーい種よこーい種よこーい種うえ早い。そうなんだ。まだだからまだ。よしよしよし。おお、え、またですか。再来したぞ。またですか。これはもう本物でしょう。ええこれは一番やばいやつだ。おお。シーパーピン。ペイ出んな。ペイだけは切んな。手は持ってこい。ええー、もう振り込んで終わりじゃない。あれ、いや、マンガンだとやられちゃうから。マンガンだとやられちゃうか。だけど行く。それが役満。そういうこと。それが役満。それが役満だ。え、あ、びっくりした。え、クソだったらでもね。いや、7、8って9で当たらないでしょ。あ、そうじゃん。7、8で切ったことない。9じゃ当たらないよ。そうだそうだ。確かにな。なんか勘違いしてる。ここはそうだね。これでリアンシャンテン。でもさ、この嘘を通るよね、正直。嘘通ります。あー。うわ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 ー。畳みかこになった。嘘でいいじゃん。いや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 。嘘でいいじゃん。嘘でいいじゃん。嘘でいいでしょ。嘘しろ。あー。ジーソン。すげえもんな。ちょっと待って。ダンス寿司。ダンス寿司狙わんないぞ。ダンス寿司。ダンス寿司が大好き。ダンス寿司の欲に負けた男。なんてこった。ダンス寿司。ダンス寿司が大好きだ。笑いで。これやばいな。四本馬、ドラは E1 になりました。よしよしよし。どうなるか。おお。なんか鮮やかな上がりを決めています。まあぼちぼちって感じかな。まあまあ、って感じ。三増引けば一気に良くなったな。ええー。通話号積もったらすげえトップになるよこれ。2人飛ばせるやん。もうアンコにできないんだけど。やばい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 。お前この初チュン外したら終わるぞ。さっきねチュンがねダメだったから初にするわ。いやーこれ三蔵引いたらなえるな。なんかどっか問いつけます。ギャンゾー引きそう。ギャンゾー引くかも。
結局まだ あ、でもこれで流れが変わるかもしれない。うわぁ当てた当てた。とりあえずとりあえず三蔵三蔵受け、うん、ギャンゾー引くかもこれはギャンゾー引くいや初引いてで初引いたら初引いたらやばい初引いたら神ですおぉリーチリーチしていいかリーチしていいかリーチいやいやダマでしょえ積もる気満々ですかもちろんあいいわかりましたじゃあ出ても見逃しますやっぱ見逃しますか音声認識マジであり、おぉうわぁマジであぁ、これ噛めるわ。やばすぎだよ。ありがとうございます。あの手が60これさ、いや、噛めてスルーしたらやばいことになってから。神動画撮りました。神回になった、これは。マジでこんな簡単なのちょっと待って、今何点やべぇ、すでにめっちゃ食ってるよ。やべぇなぁ。これは来た。136,500点。ありがとうございます。プラスいくつマジで。えマジで知りたいんだけど。やばいんだね。131.5! すげえわ。これ負けたかもしれない。ごめんなさい。確認だ。トライアルがついた。あ、次これ負けたら絶対ない。1位ならいい。1位ならありがとうございました。大原さんが負けたら嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ。やばいからな。うわーカンマえカンマしてきた味噌汁ちゃんの味噌汁。あーこれチビ油断してね。ワンチャンありますね。てか、そっちの方が確率高いかもしれないですね。俺この油断を取りに行くわ。とりあえず、ローピンは4枚切れたんで、チーピンは浮くはずなんですよ。いや、マジマジ。これは油断を取りに行く。つぼってしまったー。ここは相手の確率か。あ、ローピンいいか。はい、これが本物。いつじゃない。いつじゃない、効果。てかこれ繋がってもさ、うわー来たー狙い通り。え、ちょっと待って、こいつ上がればさまだ続くんだって。そうですよ。ほら、え、ほら、ほら、ほらね、狙い通りだ。これが麻雀。うん、そう、まあ四順つむぎりしとるけど、まあこれもまた麻雀。そうそうなんですよ。結局勝つのは俺、それが麻雀。つまりそれが麻雀。ここはプレイヤーの現物を落としていった。うん、ほんなね、結局何で張っても勝つんだって。あー、そういうこと。そう、なぜならそれが麻雀だから。これすげえなー。タイミングがいいもん。いやー、はーい。まあね、すごかったね。いや、後半やっぱすごいね。やっぱ1位はね、うん、いやあれだろうな、やっぱり懐かしいな、うん、初回ね。初回あれだもんな。そう、1回目であんだけあったからね、いろいろ。そう、すごいよね。うん、なんか、じゃあ次、モナカさんからなんか自分のおすすめのやつありますよ。いやとりあえずあの初回のに触れていいですか。ねえ、MJ 実況をあのカットせずに、あてかその全試合を見せていこうということで始めて、だからあれあの試合はアカウントを作ってもうど初発のフリー対戦なんですよ。はい、で それの第一試合でダブルリーチが出るって第一曲で。いやあれはマジすげえ。あれさ、なんか初めてさインストールした人がさあの MJ やってフリー対戦でああだったらなんかチュートリアルかなんかかなって。確かに。どういうことってなるよね。とりあえずこのゲームおかしいなってなるよね。いやそんなんばっかだったからな。後半のやつ。いや、俺は、まあ自分のスワンコは、あれはやばいでしょ。あれすごくね、マジで。早かったな。俺ね、全部当てたし、捨てる牌。ねえ、あれ、で、6巡、あの手が6巡目で、スワンコで。ねえ、もうさ、張っ
って貼ったのに喜んでる間にもう次の積もってたよねあれどんな確率なんだろうねちょっと気になるレベルだなんかもう喜んでる途中だったもん。うわ貼った貼った貼ったってあんなすぐ上がられると思わなかったそう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 無駄積もなかったなぁ。いやあとね大数字いやあれはねでもね、はい、まあなあれは正直個人的には一番好きかもしれんあれ盛り上がりやばかったもんなだってさ素直にさスッチーソー8枚だったからねスッチーソー8枚だからね本当に面白かったいやしかも本当さただ上がれないとかじゃなくてさ本当直後にチーソーが出てさらになんか違う相手が上がるっていう、ね、そうそう左の人上がっちゃうからねあれでもう一瞬で結果出たからねまあでも大数子2の欲には負けるわでしかもあれ6層な完全無筋だったからあれすげえよ相当って感じでしたね。まあね、いろいろありましたね、本当に。いやでも30回の中でいろいろ起きすぎかなとは思うね。確かに結構濃かったよ今。これに乗らんかったやつもさ、ちょいちょいなんかクスッと出たね。あーそうそうそう、結構ね迷ったんだよねこの10個選ぶのに。基本的に OR さんがなんかマージャンをするとなんか人が変わる。あーあーもうキヒーとか言って。なんか取り付いてるもんか。なんか完全に。たまに出るんだよね、マジですげえ悪魔みたいな笑い方しヒヒヒとか言ってキャキャキャーとか言ってたいやもう結構テンション上がるからなマジでおもれえこと起きると人が変わったみたいになるからいやー面白いなまあというわけでねはいはい、はい、これでとりあえず30回のそうだね、はい、MJ 実況が終わってまあ、今後もね、これは続けていく予定なのでそうだね、はい、はい、なんか結構すげえとこまでいけたらいいよねそうだね、うん、まあでも全試合乗せるってなるとそう結構長いこと先が長いそう、ペースがねそうどうしても負けた試合も乗せなきゃいけないなんか、そう正直もう何この回っていう全然何も起きなかったような回もあるんだよねそうそうそうどうしても生まれちゃうからね、そう、全部載せてるからねまあそんな感じでまあね、はい、とりあえず今後も続けていきたいと思うんではい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、では今回はここら辺で終わりたいと思いますはいありがとうございましたありがとうございました